マリア・ホセ・マルティネス・サンチェスは、スペイン・ブルシア州イエクラ出身の女子プロテニス選手。WTA ツアーで、シングルス5勝、ダブルス21勝を挙げた。自己最高ランキングは、シングルス19位、ダブルス4位。身長176センチメートル、体重68キログラム。左利き、バックハンドストロークは、両手打ち。1998年に、プロに転向。 4大大会では2001年全豪オープンで初出場した。シングルスでは3回戦進出が最高成績である。2010年のホップマンカップではトミー・ロブレドと組んで出場し決勝に進出した。シングルスではイギリスのローラ・ロブソンに1から6、6から7で敗れたが1勝1敗で迎えた。混合ダブルスでローラ・ロブソンアンディ・マリー組を7から6。 7から5で破りスペインは3度目の優勝を果たした。5月の BNL イタリア国際では、ノーシードから決勝に進出し決勝では、エレナ・ヤンコビッチを7から6、7から5で破りプレミア5のタイトルを獲得した。大会後の2010年5月10日付のランキングで、自己最高のシングルス19位を記録している。マルティネス・サンチェスとリャゴステラ・ウィベスダブルスでは、 ヌリアーリアゴステラビベスト組むことが多かった。2008年全仏オープンと2008年ウィンブルドン選手権でベスト8、2009年は全仏オープン以外の3大会でベスト8に進出し、最終戦の WTA ツアー選手権にも出場し、初戦でビーナス・ウィリアムズセリーナ・ウィリアムズ組を2から6、6から4、10から8で破り、決勝に進出。決勝では、 カーラブラックリーゼル・フーバー組を7から6、5から7、10から7で破り優勝した。マルティネス・サンチェスはオリンピックスペイン代表として2008年北京五輪と2012年ロンドン五輪の2大会に出場している。北京五輪ではシングルス1回戦でオーストラリアのアリシア・モリクを6から1、6から1で破り、初戦を突破し2回戦で ロシアのディナラ・サフィナに6から7、1から6で敗れた。ラゴステラビベストのダブルスでは1回戦で、ロシアのエレーナ・ベスニナベラ・ズボナレワグミに6から2、1から6、3から6で敗れた。ロンドン・ゴリンでは1回戦で、スロベニアのポロナ・ヘルツゴゴ6から2、6から4で破り、2回戦で、ベラルーシのビクトリア・アザレンカに1から6、2から6で敗れた。 ヤゴステラビベスト組んだダブルス1回戦で、オーストラリアのケイシー・デラクアサマンサス・トーサー組を6から1、6から1で破ったが、2回戦で、中国の法卒定期を仕組みに2から6、4から6で破れた。マルティネス・サンチェスは2012年7月に結婚した。2013年全仏オープンを最後に、公式選出場から遠ざかり11月に女児を出産した。 2015年3月のマイアミオープンからツアーに復帰した。復帰後はダブルスを中心に出場していた。2017年ウィンブルドン選手権ではマルセロデ・デモリネルと組んだ混合ダブルスでベスト4に進出した。9月のトーレパン・パシフィックオープンではアンドレやクレパーチとのペアで優勝した。2019年に37歳で現役を引退した。W イコール優勝。 F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF。 B イコールオリンピック銅メダル NMS イコールマスターズシリーズから降格 NH イコール開催なしありがとうございます